はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クスレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ皆さんはギンクゴッドドラゴンというハイパーロマンモンスターをご存知でしょうか。モンスター5体っていうね、リンク召喚条件で作れまして、こいつは何をするかっていうと、まあ、一応1番の方が今回使わないんだけども、闇地、水、炎、風属性の全てを素材としてリンク召喚成功したら、相手のカードを全部パスするっていうことね。それと、フィールドのこのカードは、他のカードの効果を一切受けない。完全耐性と、闇地、水、炎、風属性モンスターとの戦闘では破壊されない。つまり、光属性と神属性、本当にやめてって感じなんだけど、光属性と神属性以外のモンスターとの戦闘であればもう絶対知らないっていう、まあ、そういう効果を持っています。で、3番目、相手のエンドフェーズにこれデメリット効果なんだけども、自分の墓地から5枚カードを選んで除外しないと、こいつは維持できないっていう、まあ、そういうね、効果になってまして、このリンクゴッドドラゴンを立てて、この3番の効果を、まあ、実質無効にできれば、こいつ立てとくだけで相手詰むと思いませんか。基本的にいや俺は思ったんですよ。このリンクゴッドドラゴンを出して、なんかその3番の方が無力化してあげればもう多分相手回答ないんじゃねっていう。はい、なので今回はですね、何をやっていくかっていうと、リンクゴッドドラゴンを出しまして、先行で白金霊を打ちます。はい、白金霊っていうのはその宣言したカード名の効果がデュエル中にね発動することがなくなるんですよね。だから一応、リンクゴッドドラゴンの効果って、まあ、1番と3番は発動する効果になってまして、3番目の効果も発動しなくなる。まあ、要はデメリット効果、まあ、岩戸みたいな感じ。デメリット効果が無効化になるんで、リンクゴッドドラゴンが墓地のカードを除外しなくても維持ができるようになるんですよ。だから、なんか5000の最強の壁みたいなモンスターが、立つようになるんですよね。だからこれをちょっとギミックを使いたくて、で、じゃあどうやって勝つかと。リンクゴッドドラゴン5000だけなんで、まあ、殴り続けてもいいんだけど、これまあ、相手に、のデッキに、このモンスターに対する回答がないと仮定すると、もう一生こいつで耐久することができますんで、今回は終焉のカウントダウンを使いまして、20ターン後にデュエルに勝利しようと思います。はい。ゴミデッキですね。リンクゴッドドラゴンを出して、白金霊でリンクゴッドを、宣言して、で、終焉のカウントダウン打って20ターン耐えるっていう、こういうクソみたいなデッキを組んできたので、今回はこれでデュエルをしていこうという風に思っております。一応、彼岸2種から確定するんで、この動き。彼岸モンスター2種類あれば、白金霊と終焉のカウントダウンをサーチしながら、リンクゴッドドラゴンを出せますんで、ルート開拓してきたんで、こちらのちょっと、手札2枚コンボで結構決まりやすいと、巷で言われている、リンクゴッドドラゴン終焉のカウントダウンムーブを見せていきたいと思います。はい。デュエル。スタンバイ。反動は決まってますけども、いや、これ一応いけるんですけど、いや、まあ、相手の誘発とかがなければ、多分なんとかなりますね。まあ、とりあえず、増持とか無限雇用とかなさそうですね。まあ、あとはちょっと2ビルとかめっちゃきついんで、まあ、その辺ですね。まあ、とりあえずこれで、レベル3で、ちなみに、やってみてるんですけど、ね、300秒で間に合うかどうかよくわかりません。なんかありえないようなソリティアするんで、300秒で間に合うかわからん。ソロモードだったら、いけんだけど、時間制限出ないから、ソロモード。ちょっとね、対人戦で使ったの初めてなんですよね。で、ゼンマイコンの効果を発動して、まずゼンマイネズミという最強のモンスターを持ってきて、ゼンマイネズミの召喚。もうなんかゼンマイとかいうギミック最強ですね。これ今、今回まで組み立てて、まあ、いろいろ勉強して、まあ、初めてこのギミック使ってるんですけど、このギミック、アホほど強いな。これ、好きなマジックトラップカード、マジックカード1枚と、まあ、魔法トラップカード1枚を、まあ、サーチできるんですよ。2枚。やばくないですかこれ。これバレ強いんですよね。で、ゼンマイマジシャンとゼンマイコンで、リンク召喚して引いた。で、こっからですね、もうありえないほどの展開力を見せるんですけども、まあ、ゼンマイってのはゼンマイマジシャンってやつがやばくて、こいつがなんか自分以外のゼンマイの効果発動するとデッキからゼンマイ出すっていうなんか意味不明な効果がありましてね。で、これでゼンマイマジシャンの効果で、ゼンマイウォーリア出してると。で、ゼンマイマジシャンはなんかその出し直すとはなんか違うモンスターとして扱うんで、なんかまたこれ効果発動するんですよ。これが本当やばいですね。うん。なんか簡単にこの盤面ができるっていう。こっからはもうやりたい放題ですね。しかもこれ制限するらしい。なんか終わったら向けにこいつ繊維質になってるんで、これイゾルで出してイゾルで効果でステージ持ってくると。でこれは後で、コストにしたいんで風属性の、まあ、戦意者なんでもいいんだけど、まあ、剣道、スピリット回転とかいう謎のモンスター持ってくるでしょ。でイゾルで効果、装備カードを墓地に送って、レベル4のモンスターを特殊召喚できる。これねめちゃくちゃ回したんで、一応練習すげえしてきたんで俺の脳内ではいけてるんですけど、マジで300秒で体力がわからん。こんだけ急いで回しても300秒で体力が足りないかもしれない。もしかしたら可能性はある足りんかったらタイムアウトして爆散するわ。はい、サモンプリースト面白くて、でレベル4のモンスターが4体でオーバーリーエクシューズ召喚現れろ。週末の騎士とゼンマイマジシャンとゼンマイマジシャンとゼンマイネズミで、うわー改ざん系ダランベルシアン、そしてダランベルシアンのエクシューズ召喚成功時効果発動、オーバーレイル糸を4つ使い、デッキから好きなマジックトラップカードをサーチすることができる。これによって発見霊を持ってくるか発見霊を持ってきてね。そしてガスタへの追い風の効果を発動、手札から風属性モンスターを、捨てまして、デッキからガスタの追い風を持ってくる。これ後でサモンプレイストのコストをします。そして魔法使い属モンスターを含むモンスターでリンク召喚現れよ。神聖魔皇后セレーネ、そしてセレーネのリンク召喚成功時効果、カウンターをめっちゃ置いて、そしてカウンターを取り除いて効果を発動。墓地のまたは手札の魔法使い属モンスターを特殊召喚できるため、これによって、墓地となせる召喚層サモンプリストを特殊召喚、サモンプリストの効果を発動、魔法カードを1枚墓地のクリー。いやもう100秒使った、もう100秒使ったから。でレスキューフェレット特殊召喚、そして、ダランベルシアンと、サモンプリストでリンク召喚現れろ。コードブレイカーウィリス・ソードマン、そしてウィリス・ソードマンの、効果を発動、リンク召喚成功時総合リンクだった場合、デッキまたは手札または墓地よりゼロデイを特殊召喚できる。そしてウィリス・ソードマンとゼロデイでリンク召喚現れろ。コードブレイカーウィリス・バーサーカー、これは確かなんか草薙さんのカードなんだね。そろそろブレインズ見ないといけないな俺。でコードブレイカーウィリス・バーサーカーの効果を発動、自分の墓地に存在する、ウィリス・ソードマンと、ゼロデイを特殊召喚できる。おらこれでおら。そしてウィルス・ソードマンと、セレーネでリンク召喚現れろ。神聖魔皇后セレーネはっ。そしてセレーネは一応名称指定ではないので、墓地に存在するサモンプリストにはもう一回仕事をしてもらうスタイル。はい、これでサモンプリストを特殊召喚、そしてサモンプリストの効果を発動、魔法カードこれ一応ね確定で俺竹光とガスタのおかげでサーチできるんで、もう本当に悲願入手からいけるように、構築してあります。ダークドリアードを特殊の成功値効果発動、デッキトップにですね、炎、地、水、風モンスターを、置くという効果にして、まあ、これ好きなパーツを置いてから、スカルテッドで引いてサーチするみたいなイメージですね。はい、で、1枚2枚3枚4枚置くとで、その後、スカルテッド出せばいいので、まあ、ちょっと若干リンク数、まあ、少しもったいないんですけども、こことこことこことここでスカルテッドもう135秒やばいやばい、時間ないいや結構無駄のない回し方してるんだけど、操作するだけでありえないほどの時間が。でこの辺はいらないから戻して、で戻してでレスキューラビットいるからレスキューラビット以外は大丈夫、レスキューフェレット戻すで、レスキューフェレット効果発動、フェレット効果、自分をデッキに戻しながら、モンスター、リンクモンスターのリンクマーカーの先にレベルが6になるように、なんかデッキからモンスター出せるよっていう効果なんで、ここで、レベルが6になるように、謎のモンスターを3種類出していきます。これはですね、ライトロードドミニオンキュリオスができれば何でもいいです。正直。はい。ガチで何でもいいです。で、スカルテットの効果、スカルテットの効果によって、レスキューラビットを特殊召喚できる。で同じ属性で種族が異なるモンスターを使ってリンク召喚現れよ。ライトロードドミニオンキュリオス、こいつはリンク召喚成功時、好きなカードを何でもデッキから墓地に送ることができる。さあこれによって、自分のデッキから墓地に、謎のカード、これは本当に謎ですよ、終焉のカウントダウンという最強カードを最強カード面白くて、そしてライトのドミニオンキュリオスの効果によってデッキから墓地に何かカードが送られる。そしてレッツキューラビットの効果が発動、ラビットの効果によって自身を除外し、デッキから通常モンスターを特殊召喚。これはなんか魔術師のペンデュラムモンスターであれば何でもいいです。そして打点が上がる OK で、横ズーナーをペンデュラムスキルセッティング、そしてシュティエレンをペンデュラムスキルセッティングでペンデュラム召喚。あらあらろ、これはエクストラデッキからはペンデュラム召喚しねせずにライブラの魔法瓶を特殊召喚行け。そして魔術師モンスター、スカルセットの効果と横綱の効果が発動して横綱が戻ってくる。やばい、あと残り75秒。いやでもこれいけるな、これいけるわ、これ時間足りる、これ時間足ります。魔術師ペンデュラムモンスターにライブラの魔法瓶をチューニング、新機能召喚、現れよエンライトメントパラディン。そしてエンライトメントパラディンのモンスター5が魔術師ペンデュラムモンスターを進行手段にした場合、自分の文字の魔法カードを回収できる。これによって終焉のカウントダウンを回収。うわこれが、好きなカードを2枚サーチコンボです。はい、デッキからええ時間かかりましたけどねそしてやばい、残り60秒。モンスター5体でリンク召喚。あらあらら、リンクゴッドドラゴン。おらそして発禁令を発動。発禁令の効果によりリンクゴッドドラゴンを宣言し、このモンスターはエンドフェーズになんか墓地のカード除外しないと維持できないっていう効果あるんだが、まあ維持はさせてもらうぜ絶対に。まあ、そして終焉のカウントダウンの効果。20ターン後俺はデュエルに勝利する。さあお前のターンだちなみに残り時間は45秒だぜ、やばすぎる。そしてリンキゴッドドラゴンは、光および神属性以外のモンスターとの戦闘では破壊されず、他のカードの効果を一切受けない。うおー最強エンディミオンか、なるほどな、だから言い忘れなかったんか。いやエンディミオン、エンディミオンはなんか突破する手段入っ、いや待てよ、いやこれね、待って、ちなみになんですけど、このリンクゴッドドラゴンっていうモンスターの、弱点を先に説明しておくんですが、光属性モンスターと神属性モンスターとの戦闘ではいとも簡単に殺されるんですね。なので、リンクモンスターで言うと、アストラムとかマジでやばいですアストラムマジでやばいですとか、あと神属性だったら5000来ないからいけるけど、光ですよ、とにかく光がマジでやばい。あとはなんか召喚条件でしょってくるような顔ですね。サロス・エレス・クルヌギアスみたいな、ああいうのはマジでやばいんで、辺が入ってないことを祈っていくしかない。入ってたら僕の負けです弱点が多すぎだろ。アクセスカルとかは大丈夫、アクセスカルとか大丈夫だ。サロスエレスは出てこない、危ねえ、これ大丈夫。戦闘闇だから破壊、一応打点は上回られて、もちろん打点は上回られたけども、いや大丈夫、全然問題ない、一切問題ない。でカウントダウンの効果で残り18ターン長すぎるだろ、18ターンは長すぎるだろ。スモースピリットと、スッティエレンをペンデュラムスケールにセッティングして、カウンターをなんかちょっと増えるの嫌だな。で、ここでですね、一応ですね、3ターン目以降の攻め手一応用意しまして、ちなみに先行展開でエクストラデッキ13枚使うんですけど、一応2枚余ったんで、一応ね、アタッカー用意しておきました。ここにエクストラ、デッキから特殊召喚して、で、442でシンクロしてバロネス出すっていう、ちょっと強いアタッカーを用意しておきました。これでアクセスコール動画をしておりましょう。ゴーよし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 オッケー。これでもう5000を上からぶん殴られることは多分ないでしょう。ちなみにこれ殴ったら勝ちなんですよこれこのコメントしてきたやつマジでコメント拒否するけど、ユーザーを非表示にするけど、圧倒的にチキンレースは完全に無効化しよう。あとはもうなんかこれで頑張るしかない、この盤面でも頑張るしかない。殴ったら勝ちじゃないですかって言ってくるやつはマジで絶叫する。ああマジでそのコメント見た瞬間に全部削除するからよろしくないや、でもちょっとわかんねえ、魔術師。自分で使ってこねえから。バトルなんだ、自殺かお前やめろ。危ねえ。何もすんな。ターンやんのしろ。あ、オッケー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 。全然いける。全然いい、全然いい。全然いい。オッケー。ナメプト取られてもいた仕方ないところあるんだけどね、ちなみに。ナメプト取られてもいた仕方ないところはあるんだけど。いや、俺エンライトメントでいいか。エンライトメントを特殊召喚して、で、もう一回バロネスを出していきましょう。バロネスを無限転生バロネスをね。バロネスを転生進行召喚して、相撲スペルと横綱の効果。また、442だから、どれだ、これとこれか。442いらない。で、これで、ペンデラムして、で、バロネス出して、でも相手なんか、全然サレンダーせんの優しいな。これもしかしてあれか終焉のカウントダウンのカウント、これ待ってくれるタイプの人間なんか、神。ここまでで、サレンダーせんのなかなかやるな。さあ、バロネス、シンクロ召喚。これは割った方がいいのかな。これ割っといた方がいいのかな。ちょっとわかんねえな。なんかエンディミオンってどれがいいんだ。マジックラボなんかめんどくせえよな、これな。あったら。で、まあ一応割ってバトルして、わかんねえ、これ。わかんねえ。なんか、こっからまくられるみたいなことあるこっからまくられたらガチやばいんだけど。ちなみに、めちゃめちゃ優しいじゃん、この人。今もう、これ20ターン待ってくれるってこと？いや、俺もね、終焉のカウントダウンの演出見たいんだよね。決めたことないから。なんか、演出なんかさ、変ななんか謎の演出追加されてるじゃん、特殊勝利って。いや、これ、マジで、これで、ここでサレンダーしたら俺さすがに怒るぞ。もうここまで見たのが見ていけよ、俺の終焉のカウントダウン。ここまでは一緒にさ、デュエル作り上げてきたんだからさ、お前最後に見てけよ俺の終焉のカウントダウンコンボ。はっきんではっきんでバロネスな、まあ、それは使うしかないか。いいわ。はっきんではいいわ。はっきんではまあ、それは別にいいや。はい。はい、なるほどね。確かに、はっきんで強そうっすね。簡単に使える魔法ガオロでありますもんね。はっきんでね。まあ、先行でもここでも強いもんね。はっきんで2枚目。やばい。向こう2回吐かされた。やばい。向こう2回吐かされた。まずいぞ。ちょっとくれ。ちょっと待ってくれ。やめてくれ。頼む。決めさせてくれ。俺に終焉のカウントダウンを決めさせてくれ。禁止ねえ。禁止ねえ。お前、禁止カード入りすぎだろ。ふざけんな、マジで。何を禁止してくんだ、これ。おっせえな。終焉のカード。いや、それは意味ない。もう発動したから意味ない。もう発動されたカードに、適用はできない。禁止令は。いける。それは大丈夫。なんだこいつ。リンクゴッドドラゴン。それは意味ない。よ、来た！やった！ありがとう！謎の BGM 聞いたことねえ BGM 来た。はい、彼岸二種来ました。彼岸二種来たら俺は強いです。バルバルじゃあ、まあ、彼岸二種から動ける最強のね、ゼンマイとかいうこのルートを開拓してくれた、初期で一番最初に開拓してくれたゼンマイ研究家に本当感謝だわ。本当にゼンマイティがなんか純正弦、これもともと制限だったんですよね。で、まあ純正弦になって帰ってきたんですけど、なんかあれですか、なんかハンデスがやばかったタイプのやつ。これなんかゼンマイってなんか無限ゼンマイハンターでハンデスするみたいなコンボありましたよね。ちょっと詳しくは知んないですけど、なんかあのコンボがあったからゼンマイティなんかあれだったかな、制限だったかな、ちょっとあんまよく分かってないんだけど、まあ、確かにやってることはかなりやばいね。このなんかゼンマイコンボは現れろ。無敵を導くサーキット。召喚条件はモンスター5体。現れろ。リンクゴッドドラゴン。うわ相手の展開一ミリも妨害しないからね。この展開すごいでしょこんだけクソキモいソリティアして相手の展開一ミリも妨害しないからね。これ5000かん、なんかちょっとした体勢棒立ちエンドみたいなねこれで終焉のカウントダウンで俺らあれだぜ、5ターン耐えてやるぜ。おいお前ちょっとやめてくれよ。パラディオンのなんかこのトークン生成はやべえ。これはちょっと待ってくれ。なんかバケモンみたいなやつでこれトークン流れんじゃねえ。これあかん。これはあかんあかん。これはあかん。インクゴッド殴れよ。おいお前何してんだ。インクゴッド殴れよ。うわリンクゴッド無視するのやめてもらっていいですか。